はい、こんにちは、レジャーハウス宮崎です。前回の動画でエモンダの新型 SLR ですね、これをご紹介したんですが、今回は、もう一つねありまして、エモンダの SL シリーズ、こちらも6年ぶりに、ラインナップが新しくなりましたので、こちらについて今日は簡単にご紹介していきたいなと思います。で、前回もご紹介したように SL のシリーズはですね、 SLR と同じフレーム形状と、空力の性能を持っています。で、同じく内蔵ケーブルですね、内蔵ワイヤーがこう中を通っていくという形になっていまして、ジオメトリに関しては、H1.5 っていうジオメトリを取っています。で、レースフィットとかだと H1 フィットで、ちょっとこうドマーネなんかは H2 フィットだったりするんですけど、その中間を行くような H1.5 っていうね、フレームジオメトリを取っています。フレームに関しては、OCLV の500シリーズを使っています。 SLR に関しては800シリーズですので、非常に軽量で、互性の高いフレームなんですけれども、この辺は一般的なユーザーですね、ホビーユーザーを一応対象としているというところもありますので、500シリーズのカーボンフレームを使っています。もう500シリーズでも十分軽量で非常に剛性感のあるフレームですので、多くの皆様は多分こちらのエモンダの SL シリーズをね、結構検討されていらっしゃる方が増えるんではないかなと思います。この SL シリーズに関しては、今ラインナップがですね、4つあります。で、トップの方は SL7 ディスクですね。こちらが、アルテグラの DI2 を搭載したモデルで、価格が57万9千円になります。で、こちらはホイールがですね、前回もご紹介した新しいアイオーロスのプロ37ホイールというね、カーボンホイールがついてきます。その次がですね、エモンダの SL6 ディスクプロと言われるもので、こちらはアルテグラの機械式になります。で、ホイールがアイオールスエリート35のカーボンホイールがついてきまして、値段が44万円になります。で、このプロではなくて通常のホイールですね、パラダイムのチューブレスレディホイール、これがついてきたものがエモンダの SL6 のディスクというもので、36万円になります。で、多分一番皆さんが、興味があるんじゃないかなというのがこのエモンダの SL5 ディスクというものですね。こちらは105の、ドライブトレインで、作られてくるといったものですね。で、こちらが28万円で、サイズ転換も、47、50、52、54、56、58、60、62まで、かなり幅広いのサイズ感で、お色が2色ですね、ブルークイックシルバークロームと、カーボンブルースモークメタリックブルーといった2色の展開になってきます。 SL シリーズは今回がフルモデルチェンジということになります。で、KVF のね、フレーム形状を持たせつつ、値段もある程度手に取りやすいような価格帯に抑えながら、高いこう走行性能をね、持つバイクなので、今年のですね、2021年のやはり注目株の一つというのはやはりこのエモンダ SL シリーズになってくるのかなと個人的には思います。あとはこの、グレードですよね、ドライブトレインのグレード、アルテグラなのか105なのかといったところもまずありますし、合わせて、カーボンホイールがね最初ついてくると、若干このフレームと完成車とホイールを買うよりは少しお値段を価格というかお金をね節約できる部分もあるので、将来的にちょっとカーボンホイール欲しいなという方は、エモンダの SL6 ディスクプロあたりをご購入いただくと、少し
コスパのいいねバイクとして選んでいただけるんじゃないかなとは思います。でこれからですね、実際に私どもで、モンダの SL5 ディスクっていうのをご用意しましたので、これをですね、次の動画あたりぐらいで、ご案内していきたいかなと思います。実際ねどんだけちょっとバイク変わってきたのかっていうのを私どもで、2016かなモンダの SL5 がですね、旧型になるんですけどありますので、このバイクと、新しいバイクどんな感じにちょっと、フレームの形状を含め変わってきたのかということについて、検証していきたいなと思いますので、ぜひ次回の動画もですねお楽しみいただければなと思います。ということで、今回の動画ではモンダの SL シリーズについて画像とですね解説を含めて簡単にご説明しました。ぜひ参考になったなということはですねいいね評価とですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。